鏡平山荘の市津小池新道上部からの鏡平山荘と穂高竹鏡池からの逆さ槍ヶ岳鏡平山荘鏡平山荘は岐阜県高山市の小池新道の鏡平にある山小屋中部山岳国立公園内の飛騨山脈にある鏡平には地頭が点在しその鏡池には木製のテラスがあり東正面に見える槍ヶ岳の絶好の展望台と なっている。ホタカ岳の眺望も素晴らしい。また、付近の鏡池には、風が穏やかな日には、やり、ホタカ連峰が、水面に映る。2014年より、著名な山岳写真家でもある二代目経営者、小池千から継いだ三代目、小池武彦が経営。この小屋の他に、スゴロクゴや、ワサビダイ屋、黒部ゴロ商社を経営。小屋の名物はかき氷、 周辺の登山道には木道が設置されている。鏡池の周辺には大白びそや米津がが植生しており、多くの鉱山植物やお古城を見かける。七かまどや岳かんばが9月下旬から10月上旬にかけて紅葉の見ごろを迎える。ここからさらに登ると、スゴロク小屋から笠ヶ岳へ向かう稜線上の花の百、名山である弓、折竹付近に出る。 スゴロク小屋主人、小池武彦さん、北アルプス山小屋物語東京新聞出版局、P191、唐崎計画設計工房プロジェクト、鏡平山荘あいにく当日の朝は、槍ヶ岳山頂部に雲がかかり、鏡池に映る、逆さ槍が見られず、前日の逆さ槍ヶ岳の映像が放送された。岳寒板や七窓の紅葉は、例年より一週間ほど遅れていた。 翌日も、同番組で山小屋の冬支度の様子が生、中継された。NHK おはよう日本、近州の北アルプスの鏡平より生中継、逆さやりに見せられて山の仕事を選んだ人たちから、ハット尺、ユミコオフィシャルブログ、本日も、余裕尺尺日本百名山 SP 秋山ロケ、高山市平成28年度6月入札結果。ありがとうございます。